大河ドラマ麒麟が来るで真島秀和さんが演じる細川藤孝、明智光秀の盟友とされながら本能寺の変では光秀を見限り直の生き残りに成功した細川藤孝、最近では戦国のチート大名として名を馳せています。有名どころで言えば第79代内閣総理大臣細川守弘氏のご先祖様でもあります。今回はその細川藤孝の生涯を見ていくことにしましょう。藤孝は天文3年1534年、足利幕府側近の三淵家の養子となっていた三淵春一の次男として京で誕生、幼名を万吉と言います。母の知見院は春一の5歳ですが、室町幕府第12代将軍足利義治の側室でもあり、義治の娯楽院という説もあります。そのせいなのか藤孝が7歳の時に義治に謁見し、主命によって養子に出されることになります。養子先は諸説あり、父三淵春一の兄にあたる昇龍寺城主細川持常というのが定説ですが、将軍側近の細川隆久の養子だとか、父親の同僚で淡路の国守護細川晴弘という説もあります。天文15年1546年に13歳で元服、13代将軍足利義富士後の義輝から一字を賜り藤孝と名乗るようになりました。藤孝は剣豪塚原牧伝から剣術を、大壁貞弘吉田摂家から弓術を、武田信豊から馬術を学びました。また武の女王から茶道を学びます。さらには和歌や能楽、包丁式、神事でも奉納される料理儀礼にも通じるなど、まさに文武両道を地で行く最高の教養人として成長していきます。京の街中で突進してきた牛を角ごと投げ飛ばしたなんていう怪力伝説も残されています。天文21年1552年には15位下兵部大夫に叙任、火の打ちどころのない順風満帆な人生を歩みます。永禄5年1562年には若狭の国熊川城主沼田光兼の娘蛇行と結婚します。この時藤孝28歳、当時としては晩婚にあたりますが、藤孝は生涯側室を持たず蛇行を愛し続けたことがうかがえます。その翌年に嫡男忠興が誕生、最終的には8人の子供に恵まれます。永禄8年1565年に永禄の変が勃発、主君である将軍足利義輝が三好三人衆と松永久通に暗殺されてしまいました。義輝の弟の一条院閣慶、後の将軍足利義昭も幽閉されます。もはや風前の灯火となった室町幕府でしたが、藤孝は兄の三淵藤秀らとともに閣慶の救出に成功。一行は大和から伊賀へ抜け、甲賀から近江の国の六角義方を頼り、大宮島にて閣慶を還俗。閣慶は義昭、後に義昭と名を改めます。還俗した義昭の将軍任官のため細川藤孝らは奔走、当時は生活に困窮するあまり灯籠の油さえ買えず、近所の神社から油を失敬していたエピソードも残されています。幕府再興のためあちこちの大名館を行ったり来たりしていた藤孝一行でしたが、最終的にたどり着いた越前には同じく流浪の末にたどり着いた明智光秀がいました。貴重のいとことも言われる光秀は地元である美濃を制した信長に期待したのか、尾張の織田信長は頼りになりますよと藤孝義昭に助言。明智光秀は義昭の家臣として信長に働きかけ、永禄11年1568年の9月に上洛作戦を成功させます。しかし
信長と義明の蜜月もそう長く続かず、対立関係に陥ります。藤高は信長に義明が挙兵する旨を密告。そのまま光秀と共に義明を見限り、信長方につきます。反対に藤高の兄三淵藤秀は義明方に残り、藤高と対立。元亀4年1573年7月、藤秀は挙兵した義明の命を受けて二条城に籠城。しかし大軍に囲まれ、最終的には細川藤高からの説得により降伏。同年、足利義明が追放されると、三淵藤秀も信長に仕えますが、翌年どういうわけか所領を没収された上、嫡男とともに切腹させられました。藤高は信長から山城の国長岡を拝領。岩成友道を山城淀城の戦いで滅ぼしてからは、織田信長の武将として山陰、畿内各地を転戦。主に明智光秀の与力として戦功を挙げていきます。天正6年1578年には、織田信長の仲介で嫡男忠興と明智光秀の娘玉、後の細川ガラシャが結婚。信長の命により丹波守護一色氏を攻めていた藤高は、天正8年1580年明智光秀の加勢により丹波南部を平定、宮津城に居城を移しました。天正10年1582年6月2日、明智光秀により本能寺の変が勃発。盟友であり親戚でもある細川藤高に協力を要請するも、藤高は加勢を拒否。しかも藤高は剃髪して有才元氏と号して信長に弔意を示します。光秀から再三の協力要請の手紙を送ったにもかかわらず、藤高は結局動きませんでした。これにより光秀は山崎の戦いで羽柴秀吉に敗北。藤高が光秀への加勢を断った理由は、兄三淵藤秀が切腹させられたことによる光秀とのわだかまり。もともと格下の光秀を天下人として迎えるにはプライドが許さなかったなど、いろいろな説があります。光秀としても本来は協力して叱るべきだった婚姻関係、窮地の中である大名への根回しができてなかったことがうかがえます。このことが最終的に天下を取れなかった理由の一つではないでしょうか。いずれにせよ、藤高は冷静に天下分け目の情勢を見極め、光秀に味方すべきではないと判断したわけです。その後、藤高は豊臣秀吉に仕え、千利休や津田宗牛らと共に重用されます。慶長2年1597年、九州足利義明が61歳で病没。誰も葬儀を取り行う者がいなかったため、藤高が見かねて葬儀を主催したと言われています。盟友光秀を見限るドライな現実主義の一方、九州への情を捨てきれない人間にも感じますね。秀吉死後は徳川家康に接近。秀吉亡き後の豊臣政権下では、家康と石田三成の対立が表面化していきます。慶長5年1600年7月、関ヶ原の戦い直前、石田三成が大阪の大名妻子を人質に取るため細川屋敷に挙兵。これを拒んだ細川ガラシャは屋敷に火を放ち自害してしまいます。ガラシャの夫である忠興は家康に従軍して会津、福島県に向かっていました。藤高は500の兵で田辺城に籠城。三成勢1万5000人の大軍に包囲されてしまいます。藤高の正室蛇行も甲冑に身をまとって戦うなど、粘り強く戦います。実は攻め手の石田軍には細川藤高の歌弟子が多く参戦しており、師匠相手に弓を引くことの引け目もあったのでしょうか、500の兵がいる城を攻めるのに3ヶ月以上もかかってしまうグダグダぶりです。この戦いで一番の危機感を抱いたのは三成でも家康でもなく、
なんと朝廷、もっと言えば皇室の方々でした。当時藤高は上記の教養に加え古今伝授という秘伝を受け継いだ唯一の人物でした。これは平安時代の古今和歌集の解釈について代々伝えられてきたもので、細川藤高が死んでしまうと古今和歌集について誰もわからなくなってしまうのです。古今和歌集は貴族の間でも必須の教養とされる教科書のようなもの。その解釈を知っている藤高が死ぬということは公家文化の重大な危機でもあったのです。朝廷からの講和勧告を拒否した藤高でしたが、後雍正天皇からの講和を締結、その数日後に開城しました。田辺城を攻めていた1万5000の軍勢は結局関ヶ原の戦いに間に合わず、西軍勢力を大きく削ぐことにも成功しています。藤高を救ったのは自身の教養でした。まさに芸は身を助けるですね。息子忠興は備前小倉に転封となりますが、藤高は京に残り本格的な隠居生活を謳歌していたようです。慶長15年1610年、藤高は77歳の人生を静かに終えました。いかがでしょうか。名門細川家に生まれ、あらゆる武芸教養を身につけたスーパーエリート、決して順風満帆ではなく、将軍義明と共に極貧生活に身を投じてもいます。しかし最終的にはその教養知識を持って自身が助かるばかりか、現在まで細川家は繁栄しています。おそらく麒麟が来るの最終回まで登場するであろう細川藤高、盟友光秀との間でどのような葛藤が描かれるのでしょうか。麒麟が来るにますます目が離せなくなった方は高評価、チャンネル登録にクリックをお願いいたします。